世界でも人気が高い日本のフィギュアやプラモデル、アニメのキャラクター、ロボット、建物、動物など、さまざまな種類があります。ディテールまで緻密に再現されているのが人気の秘密です。フィギュアを愛するあまり、自分でもオリジナルのフィギュアを作っている人がいます。安井智博さん、国内外で人気を集める造形アーティストです。既製品のそのおもちゃのロボットとかも好きだったんですけど、そうではなくて自分が描いたキャラクターを立体に起こしたいという気持ちがあって。こちらは安井さんが8歳の時に作ったフィギュア。さらにこれを動かして遊びたいと思った安井さん、針金をぐるっと回してパーツとパーツをつなぎます。幼少期から作る材料は紙だけ。このフィギュアを紙ロボと名付けました。第1号が誎生してから40年、これまでに600体以上の紙ロボを作ってきました。しかも安井さんはこの紙ロボたちが活躍するストーリーまで考えました。この紙ロボは主人公のバードマン、プロレスの試合で次々と敵と戦っていきます。その様子を映像で公開し、世界から注目されるようになったのです。安井さんは今、紙だけではなく、さまざまな日用品でもフィギュアを作るようになっています。材料を入手するのは、日用品を気軽に買える100円ショップです。今回安井さんが選んだのは、どこにでも売っていそうな普通の縄跳びです。透明の中に、なんか蛍光の模様とか入ってるじゃないですか。なんかこういうのって使えるなって感じです。縄跳びのグリップ部分は削って手足に。カラフルな紐の部分は装飾パーツにします。そして完成したのがこちら。よく見ると縄跳びのパーツの特徴をうまく活かしながら作っていることがわかります。日用品を独自の発想でフィギュアにし、続々と作品を発表している安井さん。こちらはシャボン玉の容器から作ったフィギュア。こちらはアヒルのおもちゃから作ったフィギュアです。見てもらう人のことを意識しているものなので、ちゃんと見た目に分かりやすく一目瞭然で出るようにデザインするっていうふうに考えてるんで、どんな日用品から作ったか分かるようにデザインする。それが安井さんのこだわりです。今ではSNS で5万人以上のファンが安井さんの新作を心待ちにしています。フィギュアに魅了されオリジナル作品を作るようになった安井さん。自由な発想で行うものづくりが世界の人々を魅了しています。